愚痴です。3年前に夫が死んで一人暮らし。男の子3人育て、全員結婚している。昨年、次男夫婦から同居の打診があった。次男は地元企業に勤め、嫁はパートで働いている。子供、孫が3人。生活がいっぱいいっぱいで余裕がない。部屋もあるし、ここに住まわせてくれって。マイホームが欲しいとかそういう話では全くなく、単に生活費を抑えるため。それを断っても断っても説得され続けていたが、次男夫婦の目的は生活費を抑えるためと言ってるが、同時に私に家事と育児を頼もうとしているのが見え見えだったから、すべての自分たちの家事は自分でやることと、緊急時以外、子供たちの世話を私に投げないことの念書を書くなら考えると言ったらだんまり。やっと口を開いたと思ったら、母さんが死んで親父が残ってればよかったって言われたよ。お父さんの何を知ってるっていうのよ。お父さんなら無責任に引き受けて、家事は全部嫁さんに丸投げよ。丸投げだけならいいけど、いちいち小言がついてくるわよ。あんた息子のくせにそんなことも知らないの？って言ったら絶縁宣言。夫が死んだ後、長男は相続したお金を頭金の一部にしてマイホーム買ったっていうし、末っ子は子供の大学費用のために一切手をつけないようにしてるって言ってた。次男はどうやら気がついたら使い切ってたらしい。昔から小遣いを渡したら一気に使い切るような子だったけど、未だにこんな金銭感覚で社会人としてちゃんとやれてるんだろうかと心配になる。死んだ夫は高給取りではあったけど、家のことは何もしないし、育児にも一切関わらず、家事と育児は女の仕事って人だったが、そのくせ重箱の隅をつつくのが趣味のような人で、小言がとても多い男だった。昔のしがらみのある見合い結婚だったから簡単に離婚もできないし、3人の子供を育てていくことを考えて ATM と割り切ることにした結婚生活。ぶっちゃけ残すもの残して死んだ時、ほっとしたのが本音。やっと安穏な日が訪れるって思った。ずっとワンオペで男の子を3人育てて、自分の時間なんて本当になかったし、今は結婚して初めてと言ってよいほどのんびり暮らしている。3人の子が結婚してやっと肩の荷が下りた。親としての責任は果たしたと思ってた。なのに今さら同居して孫の世話をさせられるぐらいなら絶縁上等。もう自分の人生を楽しませてほしい。よそ様の家庭に口出しするようで申し訳ないけど、広い家は処分して一人の身に合った家に引っ越してもいいんじゃないかなと思う。まあそう簡単に行く話ではないこともわかるんだけど、多分部屋の余った家っていう大きな餌がぶら下がってる限り、口だけの絶縁宣言になりそうな気がしないでもない。お疲れ様です。絶縁宣言されてよかった。同居なんて申し出る方だけに旨味があるんだもの。嗣男さんのこと心配しなくていいよ。結婚して別の世帯を持った以上、全部自己責任、夫婦の問題だし、今の家に住み続けるなら鍵を変えて警備会社と契約した方がいいかもしれない。あなたの留守を狙って勝手に入り込まれたら追い出すのは難しいらしいから。他人様の息子さんに失礼だけど。お疲れ様です。嗣男さんの言葉はひどすぎる。あなたのこれからの日々が安穏でありますように。それと、753さんに賛成です。多分嗣男さんは諦めてないし、自分は絶縁する側で絶縁されるとは考えてない。ご心配くださってありがとうございます。家のことは悩ましい限りです。自衛のために手放した方がいいのかなと思う反面、長年暮らした戸建てはやっぱり住み心地がいい。長男や三男と相談しながら考えたいと思います。